ソコリア・アラヨスは、ハンガリーの陸上競技選手である。彼は1896年に開催された、アテネオリンピックに出場して、100メートル走で3位に入賞した。ソコリア・アラヨスは、1871年に、スロバキアのバンスカー・ビストリ・ザッシュブレズの軍、ロネクで誕生した。ソコリは、1896年のアテネオリンピックに、ハンガリー代表として参加した。 100メートル走で彼は予選で12秒75を記録してアメリカ代表のフランシス・レーンに続いて2位に入り共に決勝に進んだ決勝ではアメリカ代表のトーマス・バークドイツ代表のフリッツ・ホフマンが1位と2位でゴールしたそこには上位の2人に続いてゴールし決勝で12秒6を記録した3人の選手の中の1人だった公式記録では 彼と激しい順位争いを演じたフランシス・レーンが同着で3位となり同じく12秒6を出したギリシャ代表のアレクサンドロス・ココカンダリースが僅差で5位となった。ソコリはこのオリンピックで3段飛べと110メートルハードルにも参加した。3段飛べでは11メートル26の記録で4位に入った。110メートルハードルでソコリは予選一組に出場した。 この組では、イギリス代表のグラントリー・ゴールディングが18秒4で1位となった。途中まで2位につけていた、ソコリは最後のハードルにぶつかってつまずいてしまい、フランス代表のフランス・ライフェルに抜かれたため、予選を通過できなかった。彼は1932年に、ハンガリーのペシト県に属するバーニス・バラティで死去している。第1回アテネオリンピックでは、 3位の選手にはメダルは贈られなかったが獲得メダルの表示は便宜上第2回オリンピック以降と同様の表示を用いている IOC はソコリとフランシス・レーンがこの競技で銅メダルを分け合ったとみなしているアスレチックス・アット・ザ・1896サマーオリンピックス・メンズ 100m ハット・ライヘルはフランス代表チームの一員としてラグビー競技で 金メダルを獲得している。ありがとうございます。